はい。どうも皆さん、こんばんは。ホコユでございます。いやー。まあ、いきなりで申し訳ないんですけども、今回私、かなり焦っております。はい。すみ、ね、ませ、あ、ん。なぜかと言いますと、あ、とりあえずタイトルコールやりましょうね。はい。えー、毎週金曜25時から、プレミア公開でやらせていただいております。毎週ね、えー。もう第19夜ですか。はい。おやすみラジオ、ただの寝言というものになっております。18か。<laughs> もう最初からね、もう鼻からもう転んでいくスタイル、つまずいていくスタイルでやってますけども、はい、えー、誇りでございますけども、よろしくお願いいたします。はいいやね まあめちゃくちゃゃく焦ってるんですよそれはなぜかといいますと、まあ、いつもの感じだと、まあ、もちろんその25時金曜日の25時にプレミア公開しなきゃいけないのでいろいろこう編集したりしてですねこれ実際あのスマホで音声だけ撮って後であとでパソコンの方に送って、えー、画像とくっつけてまあ動画にしてると、まあ、簡単なね編集をさせていただいてるんですけども、まあ、だからね、まあ、それにしても いろいろこうくっつけたり、あと出力したりとか、あとまあ単純にアップロードの時間もありますので、まあ最短でも1時間はかかるんですよね。はい。で、今現在、まあ普段はですね、まあ水曜日か木曜日、遅くても木曜日、まあ火曜、早くて火曜、水曜、うん、遅くても木曜日までには、えー、収録を済ませて、編集も終わらせてアップロードをして、まあプレミア公開のいわゆるこう準備を もう整えている状態で金曜の夜25時、まあ僕はほとんど起きてないですけども、を、二を迎えて、えー、<laughs> を迎えてですね、はい。 えー、その公開を、まあ、待つというか僕は別に待ってないですけども、まあ、毎週金曜できるようにもしてあるんですけどね、えー、本日もう金曜の夜でございます、はいえー、なのでねこの、えー、ラジオのコンセプトでありますお休みラジオ本当に僕が、えー、眠い時もう寝る前に、えー、撮っているということですねまあ、最終的には、まあ、木曜の、えー、寝る時 までには撮っとかないとそれって成立しないんですけど、今日はあの金曜の夜、もう普通に家帰ってきてすぐに撮っております。はい。いやね。本当に今週は、まあ本当これアピールとかじゃないですけど、本当に忙しくてですね。はい。えー、なかなか本当に動画を撮る時間がなかったっていうのと、もう本当にあの、もう眠くて。 もう本当にあの、一言も発せれず寝るだけみたいな、もう寝言、本当の寝言配信みたいな感じになっちゃうかなと思ったので、もう疲れてもいますしね。だからまあなんとか今日は、はい、先に言っておきますけど、短いと思います。<laughs> はい、えー。もう終わりにしたいぐらいなんですけども、そうやっておりますけど、はい。まあそんな感じで10分。 弱、うん、できたらいいなと思っておりますけども、はい。まあ、10分は最低でもやろうかな、っていう感じでございますけど、はい。まあ、一応、ハッシュタグ、睡眠用 BGM、そして、ハッシュタグ、作業用 BGM っていうのをつけてますから。皆さん、作業用 BGM、まあ、その、僕がね、つけといて言うのも何なんですけど、はい。作業用 BGM って必要ですかねはい。あのね、 僕自身例えば、えー、勉強をするとかいわゆるこう作業をするという時に正直あまり BGM 必要ないタイプなんですよね。はい、音楽を聴いたりすると、まあ、僕音楽大好きなんでそっちの方に記号を取られてしまいまして実際のこう作業だったり勉強だったりとかをおろそかにしてしまいますし何よりやっぱりその何て言うんだろうな入ってくる情報っていうものが簡単にこう流したりできないんですよね。いわゆるこう動画例えば なんだろうまああんま僕見ないけどなんか YouTuber の方の動画とかバーンってこう見ててそれを見ながら勉強するってなった場合にそっちの動画の方で映し出されている情報まあ完璧に見てないにしても耳で聞こえてるわけじゃないですか。その耳でで聞ここええてる中であ例えばこんな、えー この人は今こんな顔してるんだろうなとかこの人はこういう考えで今この動画を撮ってるんだろうななんかそういうことがですね全部もう頭の中でいろいろ考えてしまいましてそうだからね実際の作業っていうのははかどらないんですよそうだから結構いるじゃないですか音楽聴きながら勉強してるよとかなんかこう動画を見ながら何だろう作業するって何なんだろうねなんかこう資料作ったりとかですかねまあ内職とかしてる人もいるのかもしれないけどもなんかねそういうのを できる人って結構すごいなと思いますね。まあ,ある意味こう、まあ、話半分に聞いてるというか、なんつうんだろう意識をこっちに。 完璧に留めたまま他のものもをでできるっていううことなんでしょうね、はいまあ、僕もまあやろうと思えばできるかもしれないですけどそれに神経を使っちゃうのもちょっともったいない気もするので単純にこう何もない状態それしかやってない状態でねあの作業した方が絶対パフォーマンスは発揮できるだろうなと思ってますので、はいまあ、それでやっておりますけども。 本当にそれこそ、何だろう、編集とかの時もそうか、そういうことか、なんかこう、動画を見ながら編集したりとかするんですかね。なんかそういうのね、やっちゃうとさ、なんか、うん、影響を受けちゃいそうな気しませんか <laughs> なんか、あ、この人のこの編集面白そうだから、今やってるこの動画につけちゃおうとかね。うん、まあ、そのパクリとは言いませんけどもね。はい。あの、ま、同じような編集っていうか、そういう技術というか、そういうテクニックっていうのは、 あるものなんでもともといいとは思うんですけどなんかそれって自分の色出せないなって思うんですよねだからこう自分がまあそんなめちゃくちゃうーんって考える必要はないですけど自分のこう感覚でそういうまあ動画の編集だったり動画のアイデアだったりとかあとはもう何でもそうですけどね仕事とかでもあの参考にするのはいいとは思いますけどねもう完全にそのまあコピペというかえ完全にこう模倣になってしまうと全然ねえその人の うんまあ、分かんないけど俺上司になったことないから <laughs> 会社の上司になったことないから分かんないけど多分気づかないと思うしねその人のこうキャリアアップにもつながんないんじゃないかなと思いますけどね実際どうなんですかね、まあ、僕の もう周りにもそういう人はも,うもちろんいるんですけどその人がまさに勉強してる姿っていうかその家の中とか見れないじゃないですかまあでも結構その図書館とかあとまあ学校の図書室とか僕結構出入りしてた時期があったんですけどその時にいましたねイヤホンで音楽聴きながら勉強してるとかそれこそこう本当にスマホをこう横にして動画を見ながらやってるみたいな人結構いましたけどまあ大体その僕の ね、あの僕の周りでの、うん、統計なんですけどそんなあのやっぱり、うん、はかどってはなさそうなんですよねあの別にテストの点数がめっちゃいいとかもないですし大体そのまあそのもちろん全員のねテストの点数を、うん、把握してるわけではないからあれなんだけど僕含めそう結構ねなんかその上の人たちがその成績が上の人たちが中学の時結構集められたりしてなんか。 図書室の何図書室頼りみたいなあるじゃないですか。それでインタビューみたいなのを受けて、どんな感じで勉強してますかみたいな。だからまあ、えー、頭悪い人が聞く。どうすればあなたたちみたいに点数が取れるようになるんですかみたいな。なんかそういう企画ですよね、いわば。そういうなんかこう、特集があるから、こう、学年の、いわゆるこう、テストの、 まあ5教科合計。まあ本当はあの9教科とかありますけどね。9教科合計なのか5教科合計なのかわかんないけど、それのまあ成績優秀者上から5人ぐらいが、えー、まあ呼ばれて、<laughs> それでまああなたはどんな感じで勉強してますかっていう、えー、まあインタビューみたいなのをされたことがあるんですけど、まあ僕もそこにももちろんいたんですけど、そこで、まあ、僕自身の勉強方法としてはあんま家で勉強はしないんですよね。 だって嫌じゃないですか。勉強はもちろん嫌いなので、そんな勉強する時間を自分から増やしたりとかしないんですけど。<laughs> まあ本当にその授業の中で全部完結させるってことをテーマにしてたのでだって基本的に授業で習ってないことって出ないじゃないですかそうなんかこう応用みたいなね数学の応用とかあるかもしれないんですけどだから僕数学嫌いなんですよなぜならその基本的にもうその一回言われたこととか教科書のこのページにこんなこと書いてあったなっていうのは大体もう授業一回で覚えるんですけどだから社会とか国語とかまあ国語の漢字とかねそういうのはもう100点取れるんですけど数学とかって文字 字といいううかかか文字字じじゃゃねね数字変わるるるなでですすすそうだから計算する必要があるんですよ、ね、これ前回というか結構前前々回ぐらいもう話したかなと思うんですけどだから計算する必要が出てくるんですよねで計算頭はあんま使いたくないんで計算は本当に嫌いだったんで数学はもう解けるけど、うん、解きたくないんで白紙で白紙でっていうかなんか解きたくないですって書いて。<laughs> 出ししたりとかして、ね、そうまああの時は本当に天の弱というかちょっと周りにそうまあその多分その全国のさめちゃくちゃ頭いい人たちまあその僕のその学生時代のエピソードについてはですね多分前々回か前前前前回ぐらいに話してると思うんでそっちを聞いていただいた方が分かるかなと思うんですけど本当にその、まあ、いわばその胃の中の革図というかその。 僕が中学の時知り合い、知り得る範囲では僕より頭いい人なんていなかったので、だからめちゃくちゃ天狗になってたんですよね、当時は。そう。だからまあ、俺なん、俺にこんな問題を解かせるのか、みたいな。<laughs> なんか本当に、今そいつ、そのね、時の自分にあったら殴り殺したいなと思うぐらいの感じだったんですけど、そう。 だからそういうのをねまあその話ちょっとずれましたけどそういうちょっと頭いい人たちが集まった会みたいのがありましてそれで、えー、あの勉強方法を聞いた時にやっぱりねあの上から3人、まあ、僕含め3人ぐらいは本当にほとんどその家では勉強自主勉強はしないともう授業で、えー、全部こう覚えてあとはもう テスト前にちょっとこう教科書をパラパラ見るかなとかあとは友達とクイズを出し合うかなとかそんぐらいですよねであとの2人はもうガリ弁って感じなんですよザガリ弁っていうかもう塾もめっちゃ行っててみたいな何個か掛け持ちしてるみたいな感じでだからこう学校の授業でやったところを塾で持ってって違うその先生に解き方をまた教えてもらってあなるほどこういう解き方もあるのかとかそういう感じで自分の中でこう自分に合ったものを探していくみたいななんかそういう <laughs>。 もうめちゃくちゃ僕は嫌いなタイプですよね。そう。自分からお金を払って勉強する時間を買ってるわけですからね。すごいなと思いますよね。本当に。僕はもう遊んでいたい人間なので。そういう感じでね。あの、そういうガリベンタイプが二人と。うん。まあ、でも実際ね、ガリベンタイプの方が今現在、 ね、あのまあその中でその5人全員のね、まあ、1人は俺なんで4人か4人全員の真のというか現在を知ってるわけではないですけどガリ弁のやつはやっぱいいとこに就職しましたね <laughs> 本当にやっぱ真面目な方がいいんだなと思いますよ結果じゃないんだなっていうのがね結果というか過程というかねそうそのなんだろうしっかりこう、まあ、もしかしたらそいつも勉強が好きだったわけじゃないのかもしんないけどこう苦しみながらもねこうやっていたことが今につながってるんだなとは思いますけどね。<laughs> まあ正直でもその時の自分にじゃあ勉強しろっつっても絶対勉強しないんでだって勉強しなくても点数取れてたんでだからする意味がなかったんですよねと点数が取れなくて例えば進学が危ないよとかだったらあ勉強しなきゃいけないってなりますけどでもそんなことなかったのでそうだからもう本当に当時は遊んでばっかりましたねはいもうあとなんか普通に頭いいとすごく教えてってくるんですよねそうそれがもう すげえ、なんつうの。<laughs> 承認欲求をさもうドバドバとですね、えー、解消してくれたので、そういうのがですね、すごい。当時は当時でまた楽しかったですけどね。はい。まあ、あの時に戻りたいかって言われたらまたちょっと微妙ですよね。正直。だってやりたくない授業を受けてるわけですから。はい。でも、その授業をサボったら、 あとで自分で勉強しなきゃいけなくなるので、それはもっと嫌なんで、授業はしっかり受けてましたね。関心欲タイトだけは全部もう A‐0 って感じでした。まあ、美術以外ね。はい。もう美術はね、前も話したんですけど、美術だけにであと5段で、はい。本当にびっくりですよね。はい。もうあの、俺の芸術がわかんないね、バカだったんでね、先生が本当に。はい。そう思ってます、未だに。はい。 ということで、いや、おでした。少しやめよと思ってくださいました。高評価ボタン、そしてチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。今現在、いいチャンネル登録者数613人ということで、あと7人で620人目指しております。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして Twitter、X、Instagram、LINE、TikTok、そしてこの,の概要の解説、ぜひチェックよろしくお願いします。ということで、いやー。 いきなりり終わりますよ本当に、うん、正直まだ眠くないというか今眠かったら危ないんですけど今からすぐ編集して、えー、プレミア公開あげたいと思います。よろしくお願いします。ということでここでした。また、えー、お会いしましょう。おやすみなさい。